はい、ってことで皆さんこんにちはということで、はい、まあね、皆さんに報告がありまして、秘宝でございます。ダイエットね、今1週間、まあ食べて痩せる1週間経ったところの結果を言うと、約1キロですね。はい、痩せて、そっから全然、はい、減りません。その停滞っていうか、まあ、以前の経験からしたらもう明らかに体質が変わったかのように、はい、体重が落ちないですね。もう停滞期とかそんな関係なしに、はい。で、視聴者さんからのコメントでまあいただいたんですけど、なんか冬の方が痩せやすいみたいな、夏痩せづらいっすよみたいな。その走りに行く時の、まあ、精神面的には簡単ですけど、冬の方が確実に痩せる。夏はそのまああのあだこうだね、はい、説明するのもめんどくさいんですけど、まあとりあえず痩せづらいと。それがね、的中してるかわからないんですけど、全く減らない。以前やってた、まあ2、3ヶ月で10キロ痩せた、まあ、ことと同じように1日1食食べて、まあ、走りに行く、まあ、歩きに行く、ウォーキングですねを、30分以上してるんですけど、一向に痩せない。どうしようっていうことで、8月の1日からですね、はい、筋トレをしたいと思います。なので、まあ、3、4週、筋トレして、そっからまあいつも通り毎日ウォーキング、まあ、30分以上の、ウォーキングと、まあ、ランニング、10分のランニングをしたいと思います。なのでね、はい、こっからは、体重をねガッと落としていけると思うんで、はい、僕の代わりを楽しみにしてください。ちなみに今日測った、まあ、今さっき測った、体重が、95.1kg でした。開始が、95.9 やったかな、はい、なんでまあ1キロいかないぐらいですね。で、まあ今日はね、はい、これちょっとね、イージーで、ちょっとね、2食目になっちゃうんですけど、まあ今日ね、はい、朝一から、買い出しに行って、作った親子丼でございます。このお肉ゴロゴロの親子丼の残りがね、はい、この残りがね、あったんで、ちょっと食べないといけないんでね。やります。うまい。もう作り方はもう至ってシンプル。めんつゆとすき焼きのタレで、まあ生姜、それプラスちょっとね、夏バテとかちょっとパワーをつけたかったんで、ニンニク入れてます。ニンニクはめっちゃちょっとでいい。うまっ。もう肉はね、もうゴロゴロ、もうスーパーで売ってるあの1羽をもう4カットでいいぐらいのでかさに切ってます。うまっ。中尾に匹敵するぐらいうまい。まあそれは言い過ぎやけど、うまっ。マジでね、明日からちょっと無理なくね、筋トレして、まあ最初ね、追い込んじゃうと、まあ無理なね、筋トレとか、まあダイエットの方法をしちゃうと絶対続かないんで、うん。10回を3セットじゃなく、10回を2セットとか、うん、5回を2セット。みたいな感じでね、軽くやっていきます。うん。うまい。まあ確実に、明日からは痩せると思います。うん。うまっ。
まい。まあ美味しいものっていうか好きなものをね食べて、まあ痩せる、それが僕のね、はい、目指すところなんで、こういう美味しいものはたくさん食べていきたいと思います。でまあ動いてね、しっかり消費して、あの前回のねリバウンドにならないように、うん、頑張りたいと思います。ああ最後の鶏肉、いただきます。うまい。ごちそうさまです。ということでね、はい、今後の僕の帰りを楽しみにしててください。今ダイエットしてる方、これからダイエットする方、はい、ぜひ、僕と一緒に頑張りましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では頑張ります。お疲れでした。